ちょっとピーピーうるさくないハローエビバディーというわけで、えー、新しくなった The Studio Diaries Podcast へようこそーはい、というわけで今回ねえー、っと私が日本からアメリカに拠点を移して新しいチャプターが始まったのでそれに合わせてポッドキャストもねリニューアルしました で、えー、と今回からはねちょっと動画にもね挑戦してみたいなと思っているので今、カメラをセットアップしてこの音声と一緒に動画を撮ってます。でこれねちょっとうまくいったらインスタとかでもね、えー、ポストしていきたいなと思っているのではい動画撮ってますっていう <laughs> 報告です。でアメリカにね、えー、今いるんですけどアメリカ、実はねたくさんなんかこの缶のジュース ああっってて炭酸水とか、まあ、ジュースがあってで私あんまりお酒飲まないんですけどこっちあまりにもねいろんな種類のなんかこのカンカンのジュースがあるのでちょっと毎回エピソードで、まあ、できる限り、えー、このなんか何かしら喉渇くのであの喋ってたらジュースをお供してお届けしていきたいなと思ってますでちなみに今日のジュースはスピンドリフトっていうブランドのグレープフルーツ味の スパーーークリングウォーター炭酸水を飲んでますで炭酸水ってさ結構なんか味付けのやつってあ,のあんまり味がしないほんと風味だけっていう感じのが多いんですけどでもこのねスピンドリフトはしっかりなんかグレープフルーツ味の、まあ、味がするっていうか結構しっかりグレープフルーツが感じられてすごいリフレッシュして美味しいです。 はい、というわけで新しくなったポッドキャストなんですけど、えー、これまで通りありビジネスのこととかライフスタイルのことはもちろんなんですけど、まあ、私がブランドウェブデザイナーとして、まあ、オンラインを中心に活動している中で、えー、感じたこと、まあ、ビジネスのことだったりだとかあと理想のライフスタイルをね実現していくことだったりとか、まあ、そのファッションがあることを、まあ、引き続きおしゃべりしていきたいなと思ってます。 でまあ、リニューアルして、ね、最初のエピソードを何について話そうかなっていろいろ考えてたんですけど前回のエピソードを見てみたら相当前だったのでちょっとキャッチアップも兼ねて、まあ、最近の私生活のことだったりとか自分のビジネスについて今日はシェアしていきたいなと思ってますでこのエピソードの最後に皆さんに募集した質問にも、ね、答えていこうかなと思うのでぜひ最後まで聞いてくれたら嬉しいです はい、というわけで、えーっとまあ、キャッチアップからなんですけどまず、まあ、私生活のことから、えー、っと去年の2023年の夏ぐらいから実はアメリカに長期滞在するための、まあ、ビザの準備っていうのをやってましたで、まあ、アメリカはね旅行だったらマックス3ヶ月までそういう,こうビザなしであの旅行で。 滞在でできるんですけどただ、その3ヶ月以上滞在するってなると何かしらビザっていうのがね必要になりますで、学生さんだったら学生ビザとかどっかのね会社に属して働くとかだったらその会社から出してもらう就労ビザみたいな感じで、まあ、ビザはビザでいろんな種類があるんですけど今回、私が取ったビザが3年間のビザっていうわけで、まあ、一応、これ就労ビザになるので。自、まあ、自分分ののの引き続き続のこの フリーランス活動っていうのをしつつ、まあ、3年は滞在できるっていうビザを取得してで、えっと、去年の終わりクリスマスにねほんとクリスマスのイブフライトイブに日本からああのこっちアメリカにね、えー、来ましたでも、えっともと私の彼がサンフランシスコ出身なのであのクリスマスと年末年始は、えー、彼のね実家のサンフランシスコではいあの実家で 彼の実家ににお世話になりましたですごい面白かったのがあの、まあ、ポッドキャストねずっと聞いてくれてる人は知ってると思うんですけどあのうちの彼そのオーウェンって名前なんですけどオーウェンは、まあ、日系の日系アメリカ人なんで、まあ、見た目は日本人ででももう5世とかなんでアメリカ生まれアメリカ育ちっていう感じで本当見た目だけ日本人なんですけど。 うちの彼5歳だから、ら日本語全然喋ないんですよね。それこそ第二次世界大戦後ぐらいにその応援のご先祖様が日本からアメリカに来てでそこからもうずっと家族全員ねアメリカだからその言葉っていうのが伝わってなくって日本語は喋らないんですけどただ面白いなと思ったのがさあのお正月にお雑煮食べたりとかそういう食文化っていうのはしっかり ね、あの下の世代まで伝わっててなんかそのお正月にね、えー、まあアメリカ来たから何食べるんだろうとちょっと気になってたら普通におせちとかお寿司とか,なんかこう日本っぽいご飯が出てきてそこはねすごい面白いなと思いましたで、まあ、クリスマスと年末年始はサンフランシスコで過ごしてで1月の上旬、まあ、6, 日6日だったかな、まあ、6日か7日ぐらいに、えー、次は東海岸アメリカの右側ですねのシャーロットっていう街に もともと応援がここで仕事があってここで1人でアパート住んでたのでその彼の、えー、アパートに私がムーブインしたその何 <laughs> 一緒に住むようになったっていう感じで今はねそう東海岸のシャーロットっていう町にいますはい。 でシャーロットで何やってんのっていうことなんですけど、まあ、これは別にメキシコ行った時も日本に行った時もあの変わらず基本的にはお家ち、まあ、もしくはカフェに行って、まあ、自分のペースでお仕事してで時間がある時は最近はねめっちゃホットヨガにハマってるので、まあ、週45とかかな結構頻繁にホットヨガに行って炊き汗流してすごいもう気持ちいいと思いながら <laughs>、はい、ホットヨガに。 ハマってますで日本でもさホットヨガやったことあるんやけどあの日本、まあ、そんなに数やったことないからもしかしたら、ね、その行く場所によってちょっと違うと思うんですけど日本でホットヨガやったときは、ね、あのじんわり汗が出るかなっていうぐらいの、まあ、体験だったんですよね。でアメリカに来てホットヨガに行ったらなんかもうこれもちょっとアメリカっぽいなと思うんですけど。もう 温度がさそもそもむっちゃ高いわけもう部屋入って瞬間からうわっみたいな感じ暑いみたいな感じでで、まあ、そんな中でヨガするもんだからもう大量にね汗がめっちゃめちゃ出るんですよでこれが体にとっていいのか悪いのかちょっと分かんないんですけどでもまあ私個人的にはねすっごいこう汗かいてスッキリするのでまあ個人的にはアメリカのホットヨガの方がすごいいいなって思ってます でそういうい風にホットヨガやったりとか、まあ、お仕事したりとかっていう風にやってでそれ以外にはまだねあの正式にアメリカに引っ越してきて、まあ、1ヶ月ちょい経ったかなという感じなんですけどこっちでは自動車免許運転免許証を取ったりとかあと銀行口座新しく取ったりとかしないといけなくてでやっぱりそういうのってねなかなかね アメリカだけじゃないと思うんですけど海外ってうまくスムーズにいかないんですよね、なんか日本みたいにその日で、ね、全部口座開設、はい、してカード後日送りますみたいなそんなスムーズにいかなくってなんで、まだあてかもう来て1ヶ月なんですけどまだまだ自動車免許も取れてないし銀行口座も、ね、作れてないのでそういう,こう生活の基盤を整えるっていうのにもちょっといろいろ準備を進めてるっていう感じです。 はい、これね早くあの終わらせてすっきりしたいんですけど、でもまあねちょっとこれに関しては我慢なんていうのかな、なんか我慢が必要っていう感じかな。はい、でえー、っとあと最後に何かシェアするとすれば、これなんかちょっと決まってないからここでシェアするのもなんですけど、ちょっとまああの私的に個人的にめっちゃ楽しみにしてることなので、今ね彼とあのパピー子犬を 買おううかっていう風に言っててであのゴールデンレトリバーとプードルのミックスのねゴールデンデューローっていう犬の種類なんですけどその 犬をちょっと飼いたいねって2人で言っててで。まあ私の方はね。もう絶対飼うって決めてるからなんかもうアマゾンでさ犬のグッズ見たりとかね。そのなんかゴールデンルールをその研修について、めっちゃリサーチしたりとかしてるんですけど、まあ、どっちかっていうと、応援の方がそのうちの彼の方がうん。なんかどうしよっかな。みたいな感じで、まだ決断決めきれてない感じで。でもそう。子犬を飼うってなったらさ。なんかやっぱりこう。今まではすごい。 2人暮らし,だしあの応援が仕事に行ってる間は、まあ、私、お家で1人なので、まあ、自分のペースで仕事してお昼寝したりとか,なんかスイカゲームしたりとか食材の買い出しに行ったりホットヨガに行ったりってすごいこう自由なペースで生活してるけどもし犬を飼うってなったらさやっぱり子犬だとやっぱり赤ちゃんだから。 ね、そのなかなかこう自分のペースで生活するっていうのが多分難しくなるなっていう,ふうに思ってて、てちょっとここからビジネスの話になるんですけど、ね、もし、子犬を迎え入れるっていうふうになると、まあ、それまでに自分のビジネスの、ね、ある程度こうスムーズな動線作りっていうのを整えておきたいなっていう,ふうに思って,てでまて、あ、フリーランス独立してから今年で5年目になるんですけど、まあ、これまで あのサービスとして提供してきた、えーまあ、そのこれまでの仕事の働き方っていうのがどちらかっていうとやっぱりこう自分一人のペースのライフスタイルとか、まあ、自分一人でなんか自由に仕事をするっていうやり方のスタイルの、まあ、サービスだったのでちょっとこのアメリカに来て子犬を買うってなるのが、まあ、決まったっていうのかな。まあ、これを機に 自分のビジネスの在り方とか改めてこうどういうサービスをどういう人に提供したいかなっていうのを最近はすごいこう自分と向き合っててでそうですね最近のなんかこうビジネス私自身のビジネスのキャッチアップでいうと新しいサービス とかそのサービスをどういうふうに提供するかっていうのを改めて考え直したりだとかそれに合わせて自分のウェブサイトをアップデートしたりっていうねあの普段はどちらかというとクライアントワークって言ってクライアントのためにウェブサイト作ったりビジネスの設計を提案したりみたいなそのクライアント中心のねお仕事なんですけどでも最近はそのクライアントのねお仕事にプラスしてちょっとこう自分のビジネスをすごいこう 何アップデートしてるっていう感じで最近全然なんかこうインスタグラムとかねああのアップしてなかったのでもしかしたら病んでるのって思,思ってた思われてる方もしかしたらい,るいたかもしれないんですけどでも全然あの病んでるとかじゃなくてあの普通にクライアントワークと自分のビジネスをアップデートしてたらなんかもう本当と1日がねすーぐ終わっちゃうんですよ本当にこう年を重ねれば重ねるほどっていうのかななんか 時間ってすごい貴重だなっていう風にもう本当に思っててでねやっぱり子犬を迎え入れるまでなんとなく私のタイミング的にはねもう来月ぐらいには子犬を迎え入れたいなってちょっと勝手に思っちゃってるんですけど、まあ、なんとなく自分で、まあ、来月子犬を迎え入れるっていう設定でそれで向けて。あの ビジネスをでえー、っともしかしたらね私みたいに今年こそはなんかこうビジネスをねアップデートしたいとかもしくは最近よく DM でいただくんですけどビジネスの始め方だったりとか、ね、これからフリーナンスを目指したいとかビジネスを目指したいっていう方もしかしたらねこのポッドキャストを聞いてくれてる方とか私のインスタグラムをねフォローしてくれてる方たくさんいると思うんですけど。もうそののの方た,ちのための コンテンツ作りだったりとかサービスっていうのも今作ってる途中なのでなので2024年こそはちょっと自分のビジネスを通してこう理想のねライフスタイルだったりとかゴールっていうのを実現していきたいっていう方はぜひぜひ私の方までご連絡ください今年もねあの素敵なクライアントの方とつながりが持てることもそうだし一緒にお仕事ができるのをっちゃくちゃ楽しみにしてます はい、というわけで、ちょっとこの、ね、子犬についてはまだ100%決定したわけじゃないのでもしかしたらねあの何新しいアップデートがあるかもしれないんですけど、はいえー、またちょっと子犬については私が個人的に最近すごく楽しみにしていることなので引き続き、ポッドキャストでもねシェアしていこうと思います。はい、というわけでちょっと最初のエピソードなのでキャッチアップはここまでにしておいて、えー、最後にこのエピソードの締めとして、えー、いただいた質問に1つ答えていこうと。 思いますで、えー、2週間前ぐらいかなインスタグラムで、えー、ポッドキャストで聞きたいトピックリクエストみたいなのを募集しましたでその中で、えっと、3件ぐらいかな英語についての,あの質問をいただいていましたでもしかしたらね私がメキシコに住んだりアメリカに住んだりで、まあ、海外に住んでるっていうのでちょっとこう英語に興味を持ってくださった方がいたのかなと思うんですけど 英語の勉強方法につついいいいててて、えー、聞かれれたのでちょっととそれにに、えー、答えていこうと思いますで英語に関してなんですけど、まあ、英語だけじゃなくて語学ってさ話す聞くなんかこうねジャンルが違うと思うんですよねでもしかしたらこの質問してくださった方英語の勉強方法を教えてくださいって言われたのであのしゃべるのかもしくはなんかこう聞けるようになるのか書けるようになるのかでちょっとこうゴールが。 ゴールその人のゴールによって多分アドバイスとかが違ってくるかなって思うんですけどちょっとこの質問に関しては英語を喋りたいっていう手であの答えをねシェアしていこうと思いますで、えっと、私の英語との何付き合い付き合いっていうのかな、まあ、ヒストリー私の英語ヒストリーになるんですけどあのまあポッドキャストずっと聞いてくれてる方は知ってると思うんですけど私も小中高、まあ、大学の途中までずっとバドミントンしてて で英語の勉強がもう本当に中学生どまりの感じもう文法とか高校は本当部活づけで全然英語の勉強とかしたことなかったので,でアメリカに来てどっちかっていうと英語はもうしっかりしゃべれるようになったという感じなのであの英語の単語帳とか文法の本を買ってめっちゃ勉強したっていうよりかはもうアメリカに来てしまってでこの現地の生活の中で私は結構英語を。 覚えていったっていいっったう感じなのでもし私が日本にいて英語をこれからじゃ喋れるようになりたいなと思ったらまず何をするかって思ったらやっぱり英語をしゃべる時間をどれだけ増やすかっていうところにすごいあの命を懸けると思うっていうのもやっぱり喋りたい って思ったら喋る練習しか近道はないのかなっていう風に思っててで今すっごいあのいい恵まれた時代だなと思っててオンライン英会話とかすっごいいろんなさサ,サービスがあってしかもそんなに高くないと思うんですよで結構ネイティブ英語にこだわりがちな人が多いと思うんですけどもちろんねネイティブ英語 がいいっていうこだわりがあるならもちろんねそのネイティブ英語の人と英会話するっていうのももちろんいいんだけど私個人的には別になんかネイティブじゃなくてもネイ,ティブネイティブだろうがネイティブじゃなくても誰でもいいなっていうふうに思ってて自分が英語を発するっていうところがすごい大事だなって思っててで ね、あの日本にいるとなかなか英語で会話するっていうその日常生活の中でそういうシーン自体がもともとないと思うんですよねだからこそ喋りたいって思ったらやっぱり自分が独り言でもそうだし音声日記とかでもいいですよもうとにかく英語をしゃべるっていう時間を増やすっていうところをめっちゃ意識するのがいいかなと。 思いますでそれと同時にあの自分が普段使っているツールだったりとかもしくは YouTube とか Instagram とか目にするものとか見るものとか聞くものもできるだけ英語に切り替えるそしたら結構自然なフレーズだったりとか自然な,なんか日常会話で使われる単語っていうのも同時にインプットできるかなって思います。で私もね単語帳でこう 英単語を覚えていくっていうやり方やったことあるんですけど正直単語だけ暗記してってもその単語がどういう背景とかシチュエーションの中で使われるっていうのがなかなかこう紐付けっていうのがすごい難しいんですよねだから私とかだったら結構その相手との会話の中で相手が使ったフレーズとか単語とかあこういう感じで使うのかみたいなのを後々メモしておいてでそれをこうなるべく自分で使うようにするとか。 そういういう自然な英語を身につけたいなと思った方は特にそういうい会話の中からとかあと YouTube とかすごいめちゃめちゃいいツールだと思います、私も,もうほぼ YouTube で英語を覚えたみたいな感じだと思うので YouTube でいっぱいインプットしてでそのアメリカの生活の中で使っていくみたいなアウトプットの仕方だったので,で YouTube とかあとそのネット検索でね見るブログとか Instagram とかも結構その海外の人の投稿を見たりとか。 あの自然生活の中で英語に触れるっていうのを意識するだけですごいこのインプットの量ってあのどれだけでも増やせると思うのでまあそういう感じでインプットしてでとにかくそのアウトプットする話すっていうねあの時間を増やすことに命をかけるでそうすることでまあ人によってねそのどれだけアウトプットができるかどうかっていうのも。あのね 差はあると思うんですけどでもこの生活の仕方ライフスタイルっていうのかななるべくこう英語に触れて英語を発するっていう生活を続けてたらあの誰でも英語って上達すると思うんですよねで逆に日本人ってすごい賢いしインプットは上手なんですよ、ね、受験の文化とかがあるからすごい英語の文法とか英語の単語知ってるけどそのアウトプット話すっていう練習が圧倒的に足りてないから逆にこの ね、いっぱい知識はあるけどこの話せる、外に出すっていう練習をあのちょっと練習するだけでもぐんって喋れるようになる人いっぱいいると思うんですよ。 ね、私の場合、全然受験したことなかったからそもそもインプットも全然なかったからすごい苦労したんですけどね、多分このポッドキャスト聞いてくれ,くれてるほとんどの方が受験経験があるとか、ね、もうしっかり英語を普段から勉強してるみたいな方が多いと思うのでもうそういう方々は本当にこのアウトプットするっていうことをあのもう一番大事にすると英語喋れるようになると思います。はい、というわけで、えー、皆さんの「英語ジャーニー応援してます。 でではでは最初のエピソードをまあこんな感じで締めていきたいと思うんですけどまあ今後もビジネスについてとかライフスタイルについてとか私のパッションのあることをね中心にえシェアしていきたいと思うのでまあこのトピックの内容は聞きたいなみたいなリクエストがあればぜひ Spotify もしくは Instagram からでもえシェアよろしくお願いしますというわけでえ最初のエピソードここまで聞いていただきありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょう